こら、大見高島かいや。高島？ええ、寺田。いや、東条会五代目とは兄弟分でした。そうや。この弾丸、大陸からの密輸銃でしか使用でけんタイプの特殊なもんや。今関西でこのルートから武器を調達しとるんは近江高島会しかない。高島が他に流してるという線はないな。あの高島っちゅうやっちゃそないな危ない橋は渡らんのや。他に流して足つくような真似はせん。密輸はあくまで安うてええ武器を手に入れる手段でしかないんや。だがどうしてそこまで分かっていて警察は動かないんだ。さあな、そらわしにも分からん。だが、だが、おっと、あかんかん、これ以上は言えまへんわ。わしが話せんのはここまでや。なぜ高島が。じゃあ計画は成功したんだな。はい、親父の指示通り軽く怪我させる程度に。弾はどうした？それも手はず通りです。あの桐生って男がよほどのバカじゃない限り車内に残った弾からうちの仕業だと気がつくでしょう。そうか。でもどうしてこのようなことを。これで奴は誰も信じることができなくなる。今はそれだけで十分だ。わかりました。で、この後はどうしましょうか？しばらくの間待機だ。このまま泳がせとけ。時間はある。はい、それでは。なやお前、電話しとったんか？取り調べなめとんのか？単なるビジネスの話ですよ。私もいろいろ忙しいんで。国道風情がカッコつけんなや。こっちは裏でお前が汚いこと行政やとんのしとんのんじゃ。噂やと己のとこの組織がライフル密輸しとるそうやないか。任意の取り調べですよね。お答えする義務はないはずですが、別件の取り調べでもやるつもりですか？いや、こっちは被害者なんですよ。捕まえるなら桐生一馬の方なんじゃないですか？他の幹部連中の話と違うがな。お前桐生の味方違うんか？まさか。近江は被害者です。さっさと桐生をあの女刑事さんに捕まえさせてくださいよ。簡単な話ですよね。お前なんで佐山のこと。まあいいでしょう。ところで別所さん、本部長から何かお達しがあったんじゃないですか？ああそうや、ご丁重にお帰りいただけって言われたわ。もう帰って社交や。そうですか。では高島、お前何企んどるんか知らんが、南部府警の上層部とつながっとっても逃げられへんど。合流会の方も強な真似し腐ったらすぐにお縄じゃ。おやとんな。あ、別所さん、もう極道と警察が喧嘩する時代は終わったんですよ。まだ教えてもらいたいことがある。なんや？さっきの続きだ。高島の裏を教えてくれ。別料金や。それにちっとばかり値が半で。いくらだ？30万や。
え？ほんまでっか？わかりました。世話になったな。ああ、待てや、桐生一馬さん。どうして俺の名前を？あんた1億円になってしもたわ。なんだと？懸賞金や。悪思わんといてな。その首に1億がかかっとりゃ誰でも目が血ばしるわな。1億とは随分安く見られたもんだな。まあ東城会先代の首としちゃ安いかもしれへんけど、わしらにとったら大金や。死んでもらうで。俺の首に懸賞金をかけたのは誰だ？知るか！やめろ！戦国組や。あの戦国のことか。そうや。うん、あとは勝手にやっとくんなあれ。寺田の香典が必要やったら声かけてくださいや。高田高島戦国に狙われて、あんた八方下がりやで。どうして俺の首を？あんたは後目争いのゴールなんや。俺が？そうか。ほな雀荘で桐生を仕留めることはでけんかったっちゅうこっちゃな。わかった。せっかくあの女デカの情報源を先取りして銭に困った情報屋連中を焚き付けたんですが、はないな素人に桐生の首は取れん。次の手打ちますか？まあええや、少しは大阪で遊ばしたりや。せやけどこのままやったら合流会に遅れとります。あの若者に何ができるっちゅうね。
所詮正面からドンバチやらかして無所行きがええところや。あのキリュっちゅうやつ絶対にカムロ町に戻る。そうなればあの若坊も後を追うはずや。その前に、この10億カムロ町にばらまいてこいや。わかりました。このままやったら体が持たへんよ。ほっといて。なんであんたはそうやって無茶すんの。ママが何も話してくれへんからやないか。何遍も言うてるやんか。あんたの両親とヤクザは関係ないって。だったら教えてよ、私の本当の親は誰なの。もうこの話はええわ。とにかく私はあの桐生一馬を追いかける。なんでや。あの男が東条会の人間だからよ。東条会？彼の身辺保護をすれば東条会に近づける。そうすれば過去に何があったか調べることができるわ。カール、あんた。まだ痛むか。もう何ともないわ。水一杯くれないか。佐山です。あ、はい。ちょっと怪我をしまして。はい、はい、一緒です。え、あ、はい、わかりました。うちの課長から。え、桐生だ。4課の別所や。うちの佐山から捜査の話は聞いとんな。ああ、だが俺に何の用だ。聞いて腰抜かすなや。あんたの連れと郷田会長がどこぞの連中に誘拐されよった。何だと。駆けつけたうちの捜査員にあいつらマシンガンぶっ放し逃げよったそうや。合流会か。いやな、それが外国語喋っとったそうや。心当たりあるか。いや。そうか、そんならええわ。それが知りたかっただけじゃ。それよりさっさとカムロ町へ戻った方がええやないか。カムロ町に。だがこのまま大吾と会長を放っとくわけにはいかない。逃げた車のナンバーはカムロ町方面のナンバーやったそうや。何？わしが言えるのはそこまでや。立場もあるしの。わかった、オンに切る。ええか、お前の弾、四課と佐山が握ってるっちゅうの忘れんなよ。わかった。ほな。カムロ町へ帰る。え？府警の管轄外だ。お前は残ってもいいんだぞ。あなたの身辺保護を頼まれた以上、管轄なんてないわ。私も行くわ。勝手にしろ。